やっと入ってこれました。新名所ね、これはサービスエリアですね。一見するとショッピングセンターみたいな感じですかね。まあ開通して時間が経ったこともあって結構ついてますよ。これはすごいな。本当にショッピングセンターみたいな。人も多すぎる。パン屋さんに人がいっぱい並んでる。みんな写真撮ってるけど、宝塚はね、手塚治虫の出身地なんで、何本の石の主人公か。こっちがフード、フードコートはそんなに広くないな。これは休日は混むんじゃないかな。平日でこれだし、しかももう3時前な。あら、ああ宝塚だしな。数年の取り目。弁当か。お弁当や。神戸だから神戸プリンとか置いてると思ったけど、置いてないのかな。神戸牛ね、しぐれにね。あ、やっぱりありました。神戸プリンありますね。これね、あのコーラプっていう会社が作ってるんですけど、ちゃんとこの高いリキュール使ってますよ。なぜ知ってるかって、俺荷物運んでたから知ってるんですよ。美味しいはずです。食べたことないですよ。お、徳島の中古車も売ってる。関西有名ラーメン店新発見。悪いけど知ってる店一つもなしやな。何やねこれ。何これ。この辺は結構マニアの人にとってかなりいいんだよ。これ全て宝石でできている。こんな難しさに置いちゃって大丈夫か。売り物なのかな。値段も書いてないぞ。
方には嬉しいんじゃないでしょうか。ね、こっちは手塚さんと。なぜドラえもんがあるのか。なるほど。反対側が岡山方面行くの。最近入るのこちらからもアクセスできるタイプの最下位やったよね。俺みたいな運転士にはバチギなサービスエリアですな。こちらが表の自分機構と、中庭、屋台とかもできますし、イベントとかもするのかな。フードコートを外から食べますね。宮島の弁天でございます。いかがでございますか。お車で召し上がりますよ。あなたから何も買う気がないんだ。悪いな。こちらが京都方面駅になります。広いですよ、すごく広い。ちょっと天気は悪いですけどね、こんな感じっていうのが伝わりましたでしょうか。お近くの方はね、ぜひ足を運んでいただけたらと思います。下道でここまでも来れるみたいですよ。